ここにもいっぱいなんかあるよね。あ、いるの。マジ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 。はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ザンということで、見てください、足骨折しました。はい。まあ、昨日工事現場を見に行っててね、持ち物いっぱいになったんで、まあ、とりあえず一旦帰りますということで昨日は終わったんですけども、まあ録画はされてなかったですけどもね、結構上の方でそれではまたみたいな、ね、またねって終わったんですけども、帰り道にですね、帰る時に足を滑らせてですね足を滑らせてというか、まあ手を滑らせてですね、操作をミスったっていう方が正しいでしょうね。うん、結構上の方からね、落ちましたね。一気に下までね。はい。一気に下まで落ちて、そして見事に骨折しました。はい。はい、骨折しました。ポキッと、ポキッといきましたね。はい。ということで、包帯巻いていきましょう。包帯巻いていってきます。で、もうあと多分、ゾンビ、こう上から落ちてきたやつだね、これね。ゾンビはもう多分、いないっしょ。おそらくね、いないと思うんで、まあ、アイテム取り放題と。アイテム取り放題じゃなかろうかと思うんですが、多分ね、プルプルしてるけど。とりあえず、ざっと取っていきましょうか。一番上のお宝もまだ取ってないんでね、その辺を取っていきたいですね、まずね。これ何？あ、パイプがなんか、おかしなことになってる。おかしなことに。どう行くんだっけ、こっち行くんだっけ。あ、ちょ、行けなかった。ここに行くんじゃなかったかな。トウ、あ、行けない。骨折してるからか、ひょっとして。骨折してるからジャンプ力が弱くなってるか、ひょっとして。あ、なんかそんな感じする、そんな感じするな。ここ登れないの、登れないな。骨折してるからちょっとジャンプ力足りないかな。となると、こっから行けるかな。こっから、こう。そしてこう。あのね、こう。よし、OK、OK、OK。一応、まあ誰もいないと思うけど、一応持っていこうか、これ。こっちには行っても、しょうがないのか。別に向こうからも行けるんだね、別にね。行こうと思えばね。これ行くのはね、割と簡単といえば簡単なんですけど、帰りが難しいね。帰りめっちゃ難しいよ。しかも昨日、崩しちゃったんで、クレーンをね。ああ、危ない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 。クレーンを崩しちゃったからね、なかなか帰るの、難しいですよ。帰りの方が難しい。本当に。帰る方が。あれ違うな、上か。行きよりも帰りの方が難しいわ。はるかに難しい。帰ること考えてないんじゃないかっていうぐらいね。難しいね。あれどこだっけ？ここ見えてましたね。そこを飛び損ねるとここに落ちるっていうパターンですよね。あ、こっちか。こっちですね。あれ、ちょっと待って、この辺、どこだっけ？下に、あ、ここだ、下に降りれると。ここ降りてみようか、一回。あ、でも何もないか。何もないね。さっき取っちゃったもんね、俺、上からね。これね、空だもんね。この裏になんかあったりとかはしない感じ、しないね。そして上がれなくなったかな。上がれ、ん？上がれなくなったような気もするけど、上がれそうな気もするね、なんか。よ、上がれる、上がれる、上がれる。上がれない。どっちだ。どっちやねん。どっちやねんって感じだね。今度この黒いの、あ、違うか、自分のあれか。え、上がれそうな気もするけど、上がれないのかな。微妙に上がれない。微妙に上がれない感じ。微妙に上がれないね。ということはだ、どうすればいいのかな。
あ、じゃ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 あ、もう一旦出るしかないのかな。あ、出れんのこれ。あ、出れるわ。出れた。あ、そうなん、すり抜けるのね。で、まあ、こっち行った方が早いか。こっちから戻った方が早いか。よいしょ。よいしょ。行きましょう。どんどん行きましょう。あれ違うな。こっちだな。問う。これジャンプすると、結構体力使うんで、走ってね、あんま走っていくといざ飛ばなきゃいけないとき飛べなかったりするんで、そこ注意が必要ですね、やっぱね。うん。そこは注意が必要。急いでいくと落ちちゃうね。あそこにはしごがあるけど、あれは上ですね。上のはしごだね。で、こう行って、ここ行って、こう登って登れないのか。こっちか。こう行って、こう上がって、Go って書いてあるけど、Go。その Go を、その Go はまだいいか。また行ってないね。ここ飛べるんだけど、ここ飛べないね。こっち行くのが正解だね。これね、こっちが正解でしょ。で、そこにはしごがあるんで、こう普通に飛んで登れる。登ります。そして、これか。ここをね、戻るのが大変だね。これね、行くのは割と楽だけど、戻る方が大変。あと、ここ。ここをね、ここ俺崩しちゃったからね、これね。これ相当怖いでしょう、これ。ねえ。これ相当怖いよ。問う。これめちゃめちゃ怖い、ここ。帰るのが。で、ここもなんか落ちそうで怖いんだよね。危ねえ。よし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 。よし、OK、OK、OK。で、ここまで来ましたね。あ、この上まで行ったのか。上まで行ったんですね。上お宝があったんで、あ、ここね。で、地雷処理しました。もう地雷ないですね。はい。OK ね。で、ここのお宝をいただいていきましょうか、じゃあ。はい。とりあえず、ここのお宝から。ペインキラーで、財布は空で、チェスト、あーと、な、でもな、これを読んだことあるってことだね。開いてるからね。うん、ファーストフードというか、缶詰です。より多くする、あ、見つかるようになるのね。うん、はい。これなんだろう。バッファコード。雪場読むの寒さ、寒さへの耐性が高い。あ、バッファーコート。バッフルコート。とか、なんかそんな、コートね。コートが作れるようになるということですね。OK。ウッドボーは今品質5を使ってるんで、まあそこまでいらないかな。はい、ということで、あとクレートか。ショットガンメサイヤ。ショットガンメサイヤ見ていきましょう。スタンバトン。今更スタンバトン、なんか今更感があるよね。スタンバトンで、ね、結構初期の頃からね、あ、元じゃねえや。パーツ。結構初期の頃からスタンバトン手に入ったんで、あ、ロックピック。今更スタンバトンの2とかもらってもね、あんまり嬉しくない。これ何？何パーツ？スチールツールパーツ。あー、スチールツールパーツがないと、あの、ツルハシ作れないんだよね。ツルハシ。ツルハシのスキマティック読んだんだけど、未だに作れないでいるのは、その、スチールパーツがないからなんですよね。この上はもう何もない。ないね。うん。じゃあ、あと下か。下見ていきましょうか。ぼちぼちと。よいしょ。どこだっけ？ここか。これか。これだね。ここにもいっぱいなんかあるよね。あ、いるの。マジ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 。マジ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 。マジそれ。あ、で、ここを直すためのブロックなのか、ひょっとして。そういうことか。お前そこにずっと待ってたの。かわいそうにね。ああ、ペンキのハケが。アンビル。ああ、ピッケル。
これ何スコップ？アイアンシャベルか。なるほど。そして上がっていくには、あそこにハッチがあるのかな。じゃあここにブロック積んでいけということですか。ブロック置いてきちゃったからはしごにするか。はしごかけるかな。はしご、で、あ、そんな、そこのブロックを直せって話かな。そして、え、でもこれ出れないよね。あ、出ようと思ったら別にこれ壊して出れるのか。どこ壊せばいいか分かんないよね。でもね、チラッと見える、チラッと、ここ壊、ここ壊してけって話。見えないね。まあ、はしごで登るか。普通に普通にはしごで登りましょうか。木のはしごで。デロン、こういうね。はい、普通に登っていきましょう。あ、鍵かかってるわ。やらしいやらしいね。開けとけよお前やっと開いたけども、目の前スパイクが目の前スパイクじゃないか。ひどいな。ここもなんか落ちそうじゃない。落ちないのかな。落ちないか。怖いな怖いんだけど、ダギャーだって怖いんだが、非常に。これもらっとこう。お、お、スクラップグローブね。蜂蜜、あ、エンジン、スレッジハンマーで、あ、こんなボーンナイフの品質5とか。ここ踏んだらまた落ちない。あ、だよね、落ちるよね。そんな気がした、今下から見てて下から見ててね、落ちるんじゃない。ここもだから落ちるでしょう、これ。だよね、そんな気がしてた。うん、非常にそんな気がしてた。ほら、これ全部落ちるでしょ、あそこねあそこ一体全部落ちるでしょ。ということはだ、まあやっぱりブロック置いてけと。9でしょ、3、こんな感じこんな感じかな。はい、でここは落ちないみたいなんで、ここから置いていけばいいか。この2個は落ちない、間違いなく。ただそこは落ちそうその橋乗ったら落ちるでしょ、多分。またここね、ここ絶対落ちるわ。これは見たね、見たね。ここ乗ったら落ちるでしょ。だよね、だよね、だよねですよね。あ、チェーンソーだ、チェーンソー。ここも落ちるよ、ここも落ちるやろはいはい、みんな落ちた。ここも落ちるんじゃないの。ここも、はい、1個余ったあ、これの分かこれの分が1個余った。まあいいや。はい、ということで、どっから帰ればいいんだこれ。帰り道、そっから落ちるか。そっから落ちますかね、ポトッと。で、全部見た感じかな、これで。これで一応全部確認はしたって感じですかね。これぐらいなら足折れないでしょ。ね。血を確認はしたかな。まあ、本とかがあったんでね。あんなところに、カバンがあるけどあのところにカバンが見えるけど、
あ、この中ね、この中にあいつがいたのね。お宝だったのね。このカバン見たっけ？あ、見てないよ。なんだこれ、スクラップレイカーも。ああ、なるほどね。で、こっから帰るのが大変なんだよね、これね。まあ、ぼちぼち落ちてってもいいかな。あ、一番上まで行ってないから、あ、そうかそうか、あそこを降りてきたから、ここを通らなくてよかったんだね。この超難しいとこね。これ超難しいんだよね、ここね。あ、そうかそうか。それはよかった。簡単なところまで降りてきちゃった感じね。オッケーオッケー。こっからはもう簡単だわ。この辺からなら落ちたって大して痛くないんじゃないかという気もしないでもないけど、痛いかな。痛いか。痛いかな。痛そうだね。こっからなら痛くないんじゃない。痛いか。あ、やべえ。あ、痛い痛い痛い。うーってなった。うーってなったね。うん。よしよし、オッケーオッケー。じゃあまあこんなもんですかね、ここはね。うん、まあまあ面白いものはあったかな。この中にもケースが、あ、アイアングローブだっけ、あれ。以上、以上って感じかな。うん、はい、じゃあ今回この辺にしときましょう。うん、中身あんま変わってなかったような気がするな。通路はあんまり、順路的にはあんまり変わってなかったかな。あの真ん中のあそこにあの部屋があったかどうかちょっとあんま覚えてないけど、うん、はい、じゃあということで今日はこの辺にしときましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします。狼さんでございました。またね。